2024年2月22日時刻は午後3時を回りましたライブ配信をご覧の方もアーカイブでご視聴の方もフォントカレッジオープンキャンパスにご参加いただきまして誠にありがとうございます本日司会を務めます株式会社森沢の坂本と申しますどうぞよろしくお願いいたします連続セミナーであるフォントカレッジオープンキャンパスは今回で12回目を迎えることとなりました 今回はですね、メディア論研究者で愛知淑徳大学准教授でいらっしゃいます。阿部拓也さんをお招きしまして、日本語デザインを変えた技術、発明百年に一から知りたい社食の話と題しまして、お話をいただきます。えー、では早速、阿部さんをお招きしたいと思います。阿部さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。阿部さん、このメディア論研究者。 そういうお仕事はどういっったお仕事ででいらっしゃるんですか、はいえー、とメディア論っていっても、まあ、いろんなあの研究する対象はあるんですけども私の場合は主にあのデザインの歴史についてデザインの歴史がどういうあの技術テクノロジーとかメディアと関わってきたかっていうことを研究しています。 では今日はそういった歴史のお話などをふんだんにお聞かせいただけるのかなと思っております大学は春休みに入られたんですかねお忙しい時期にありがとうございますいやいやはいあのこの仕事が終わるとちょっとホッとするという感じですねなるほど、はい。今日はもうあの緊張で上がり倒してますけれどもたどたどしかったりするかもしれませんがよろしくお願いしますはい。それでは本編に入ります前にライブで視聴中の皆様にご案内 本日はあのまあ、えー、終わり際にですね、えー、質疑応答の時間を設けております。その際のご質問皆様からお寄せいただければと思うんですが、ご覧の画面の Q&A のボタンからご質問はお願いいたします。 チャット欄は事務局からのご案内に使わせていただきますのでそちらにご質問をお書きいただいても事務局の方では取り扱えないことになってしまいますのでご質問ございましたら Q&A の方をお使いください何かご案内がある際はそちらのチャット欄ですねお隣のチャット欄からご案内をさせていただきますそれではもう早速ではございますが安倍さんからお話をいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします はい、よろしくお願いいたします。はい、えっ、ー、と改めまして、えっ、ー、と愛知宿徳大学でメディアとかデザインの研究をしている阿部拓也と申します。えー、今日はこの日本語デザインを変えた技術、発明百年に一から知りたい社食の話という題でお話をさせていただきますけれども、はい、えっ、ー、と今書体がなんかタイトルの書体が変わりました。えっ、ー、とこのいわゆる A1 明朝、えー、A1 ゴシックという書体だったのが 人によってはあまり馴染みのない書体に今変わった、まあ、人によっては逆にとってもよく知っている書体かもしれないですけれども、えー、ということで、まあ、あのこっちの、えー、これじゃなくてこちらの方がその今回デジタルで復活する書体、えー、なんですよね。でそれって何っていうのが、まあ、今日の、まあ、一番のメインのお話になると思ってます。で、えー、っとちょっと今日のお話の前提なんですけど。 まずは社食って何っていうことを全然知らないっていう方に基礎知識的な情報をお話しできたらっていうふうに思っていますあの、まあ、ちょっと詳しい方にはもしかすると物足りないかもしれないんですけどもでもかぐいう私も実は実際の業務としては社食を使ったことないんですね。あの でえー、と私美術大学の出身でデザインのアルバイトとかをするようになった二十歳の時が1998年なので考えてみるとちょうど茶色が消えるタイミングなんですねなので、えー、と今日この参加者名簿とか見ると私よりも詳しい方がたくさん聞いてるっていうことが分かって今震え上がってるんですけれどもでも、まあ、あの今日の話は、まあ、あの知らないからあの研究したので私なりにまあ整理して理解したことなんですけど。 認識不足とか間違いとかいろいろあるかもしれませんでもあのせっかくそういう実体験世代の方が参加してくださっているのであればぜひお気づきのこととがあったらぜひあのこう補足したりいただいたり教えていただけると嬉しいなって思ってますで一方でその若い方々あの私よりもずっと若くて社職って何全然知らないっていう方も、えーと たくさん聞いてくださっているみたいなのでなんかこの場がそういう世代がつながるきっかけみたいなものになればいいなと思ってますのでよろしくお願いいたしますはいで改めまして自己紹介というよりも、まあ、宣伝なんですけどもあの、えっと、私阿部拓也が去年「あの杉浦晃平と社食の時代」という本をえ慶応大学出版会さんから出させていただきましたあの先ほど、えっと「社食発明100年」っていう紹介があったんですけど ま,あまさにその社職の時代が始まって終わるまでのまあ80年なり100年ぐらいの長さの歴史を書いた本になっていますですから中身としては森沢と車検のまあパートナーシップとか共同関係でもあるししのりの削り合いだったりバトルだったりもするようなそういうストーリーになっていますそれをブックデザイナーの杉浦康平さんの歩みっていうのを、まあ、もう一個の軸にしながら私なりの視点で書いたものになっています でありがたいことにいくつか賞もいただけたりしてそういうご縁でお招きいただいたのかなというふうに思っていますのであの今日お話しできないこともいろいろ細かくたっぷりこの本の中には書いてありますので4,000円プラス税ってちょっと高いと思うかもしれないんですけどページ数を考えるとあの安いという、ね、いや安いっていうのはあの中身が面白いから、えっと、お得だよあの損しないよっていうんじゃなくてあの 出版社さんがそんなに儲けが出ないだろうと、このページ数とこの価格だと,と、そういうような意味でお得だと思いますので、ぜひ読んでくれたらなと思ってます。はい。で、で本日なんですけど、こんなような構成で、えっ、ー、と、お話できればと思ってます。まず社食って何っていう話で、えっ、ー、と、次にとってもざっくりですけど、社食の歴史で、次にそれがデザインの現場をどう変えたのかで、社食初体って何がそんなに面白いのか。 そして最後どういうふうに使っていこうかみたいなこともちょっと話題提供できたらなって思ってます。はい、でまず「社食って何?」あなたのの知ってる社食の世界というふうに題してるんですけれどつまり「まあ社食って何?」っていう人も実は知らないけど知ってるっていうことがあるのかなと思うんですね。で社食って何ってその 私社食の研究のなんか研究というか社食をの歴史で本を書きましたとかっていうと「あの社員食堂の研究したんですか?」とかって言われたりするんですよね。あの「A 定食と B 定食みたいなやつですか?」みたいに思われたりあの本当にしたことにするんですけど、まあえっと、もちろんそうではなくて、えー、法文写真食事記っていうのの,の略なわけですねでじゃあその社食って何っていうと。 えとまあ、ちょっとここに画面に定義みたいなものが出てるので読んでみると,、えー、と漢字を含めて8,000字以上が必要な日本語の文字を鋳造活字を使わないで写真的に印字、えー、印刷の半下用の素材を作る日本で独自に進化した工学装置だと。で、えー、まさに今日のトークのテーマである「車検と森沢はかつて、えー、その車色の企業の、まあ、日本のツートップだったと。でえー、車植は まあ考え方いろいろありますが1960年代から90年代前半ぐらいまでグラフィックデザインと出版産業に不可欠な技術的な基盤だった。なるほど分からんみたいな感じかもしれないんですけどいや分かんなくないと思うんですけどなんとなくまあ分かるけれどちょっと具体的にはでもどういうことだろうってあの初めて聞いた方は多分思ったと思いますのでただ今日はありがたいことにその。 森澤さんからお送りしていますので森澤さんが作られた非常に素晴らしい動画を社食機が実際に動いているところを、えー、あのとてもコンパクトにまとめた動画をお借りすることがあのウェブサイトでも公開されているものですけれども、えー、お借りすることができましたのでちょっとそれをあの流してみたいと思います。車機が実際に動いていてる様子ととうことですね これが MC6 型といわれる、えー、と森様の手動車食機が実際に動いている様子で下に今文字盤といわれるものが動いてあこれは、えー、とラチェットギアっていうんですかねその、えー、と正確にあの移動する、えー、とこの写真を撮るためにあの正確に移動させるための歯車ですね。 で今この1回こうガチャコンガチャコンって音がするごとに1文字1文字、えー、写真が撮影されていてで、えー、その結果文字列が組み上がっていくっていうそういうことかなと思いますあの実は本当にこれがちゃんと動いてその結果伊ガ市から、えー社,えー、社食が出てくるところって私も実はちゃんとあの見たりとかましては自分があの操作して作ったことってないんですけれどもね。 であともう1本、これは、えー、ともうちょっとその後の時代先ほどのがどっちかっていうとその機械的に動いてるものなんですけど、えー、と車食機も長い歴史なというか短い歴史というかの中であのどんどん進化していって、えー、とその最終的な、まあ、進化系ぐらいのモデルの動画ですねあの、えー、とモニターとか、えー、とそれからえっ、ー、と ステッピングモーターっていうんですかねその、えーと、電子制御で正確に動くモーターみたいなものが搭載されたような、えー、車掌の,あの、まあ、最高機のモデル、車検のモデルだと思いますけども、えー、とそれが、えー、と動いている様子っていうのを DTP ニュースさんというところが作られた YouTube の記録映像をちょっとかなりお借りしています。操作をされているのは小前康夫さんというその手動車掌機を使って美しい文字を組むことの名人の方で、えー 今でも社食の,の機会を現役で動かしてらっしゃると思いますし杉浦康平さん先ほど私が本のテーマにもなっている杉浦康平さんと長年共同関係がにあって杉浦さんのデザインの文字を組んできたということでも知られている方です。ちょっと見ててみましょうささんがに文字盤をセットされて 今小前さんはモニターを見てらっしゃるんですよねモニターがあるの当たり前じゃないかって思うかもしれないですけどのこれ写真の話なので実際に現像してあの文字がこう出来上がった文字がどうなったかっていうのを分かる前に事前にモニターで作業途中の状態が確認できるようになるっていうのはそれはあのすごいことだったのでそれがこのモニターが搭載されるようになったのはかなり後の方でそれよりも前の 自動車色器っていうのはもう、まあ、ガイドみたいなものはあるんですけど基本的には印字してみるまで本当にちゃんとできているかどうかわからないっていうようなそういう技術でもあったわけですね。でこれがその駒井、えー、さんが車色器を操作して美しく、まあ、文字の間隔とか大きさとかを調整したそういう車色の,その因果が仕上がってきたものということですね。はい ということで写色の文字盤これ,がだからこれを、えー、カメラで撮影して文字を取、えー、っていくというもので、えー、大きい文字もち、まあ、っちゃい文字も全部拡大して拡大縮小して撮影ができるのでこの文字盤が一つあれば、えーまあ、細かく話してるといろいろあるんですけど大ざっぱに言うと1個の書体が1枚の文字盤で、まあ、全サイズ分賄えるというそういうような原理ということですね。 はい、でそれでどうなるのっていうとあのここに今画面に出ているのがそのカシャカシャカシャってさっき撮っていった結果としてその後、えー、アナログの写真と一緒に同じように、えー、現像したいわゆる社食印字って言われるものです。 あのちょっと画面だとちっちゃいと思うんですけどこれ、えー、と今、えー、と僕これその社食院児の現物ああ画面大きくしていただいてありがとうございます。これあの先ほど紹介した私の「杉浦康平と社食の時代」という本の確証扉のところだけさすがに本全体を社食で作るのはあの無理だったんですけれどもあのその扉のところだけ本当の社食院児を使ってみようっていうことで先ほど映像に出ていた駒井さんにお願いして。 作っていただいたんですけども、それがこれですね。こんなようなものということです。はい、あの映像アップにしていただいてありがとうございました。で、えっと、いわゆるパソコンを使ったデスクトップパブリッシング （DTP） が普及する前、だからま90年代中盤ぐらいまでは、商業印刷物とかカラーものの文字って、カラーもの印刷物の中に入っている文字って大体社食だったと思います。 だからこれは今画面に出てるのは95年のアニメ雑誌の中のペカラーのページとかそれからこれは70年代後半の絵本作家の五味太郎さんの「金色が逃げた」という今でもずっとベストセラーで出続けている絵本ですけどもそういうものなんかは特にこの絵本なんかは今のあの絵本 生まれたばっかりの赤ちゃんとか、えー、とその3歳の子とかそういう子でもこの社食の文字がこれずっと再版され続けているのでそういう文字を見て今でも見ていたりすると思いますね。あとえっとここ今、えー、と画面の左の方に置いてあるのは、えー、僕がキンドルで買った「ジョジョの奇妙な冒険」から撮ったものですけど。 「THEWARLD 時を止まれ!」っていう有名なセリフが社食の文字で使われてますね。あのでだから Kindle 版でも何でも販売が継続している名作漫画のセリフ、まあネームって言われる部分は、えー、ものによっては今でも当時の社食文字を、まあ、デジあの全体スキャンしてそのまま今でも見ることができたりすると。というのはえっと画面の右の方にあるのが「ドラえもんの」のこれ複製原画っていうやつですけどこ,のこれを見るとよくわかりますけれど。 セリフのところにあの、えー、その写色の印字を切り貼りして貼っていますよね吹き出しの,あのいわゆるバルーンっていわれるそのセリフの中にそういうのが貼ってあるこんな風にして写色は使われてきましたそれから公共的なサインとかかにもかつてては写食がよく使われていました、えー、これはあのこの後多分紹介するお時間あると思いますけど中村幸宏さんという方が設計された「ゴナ」とか「ナール」とかまあ 今度復刻される書体の一つで,ですけれどもそういったものはこう道路の案内とか駅とかそういうところで使われていたつまり、えー、僕らの目にする目にしてそれを通じて町、えー、を安全に歩いたりとかあこの物語は面白いなって言ってこう何か感動したりとかそういうふうな経験をするものの 文字っていうのが技術的には写食を通じて出ていたっていうそういう時代がかつてあったし今でも結構そういうものは世の中に残っていたりするっていうそういう話ですということでまああなたも知ってるのじゃないかというようなことですねはい、では次の話題に行かせていただきますじゃあそういう写食の歴史ってどうなってるのっていうことをちょっとお話ししようと思いますまあものすごいざっくりと時間も今日は短いですからざっくりとですけど ちょっとここでその印刷というか印字文字をするっていうことの歴史をちょっと広いスパンで確認してみたいと思うんですけどあのいわゆる金属活字を使った活版印刷っていうものがまあ異論はあるかもしれないんですけどいろいろあると思うんですがひとまずまあ15世紀半ばに始まったみたいなふうに考えるとその活版印刷の時代って20世紀後半まで続くのでまあ500年以上あるわけですよね。それにに対してまあ20世紀末に DTP とデジタルフォントとかが登場して今に至ってるっていう、まあ、本の歴史ってこういう2段階で捉えられることが多いと思うんですけれどでもその間に、えー、ここにあるように手動社食期っていうのは1920年代から90年代前半ぐらいまで電算社食っていうものは70年代から21世紀の初頭ぐらいまでっていうまあ非常に短い期間ではあるんですけれども社食の時代があったっていうことですね。はい じゃあここにある手動車食電産車食って何なのっていうのをちょっと簡単にご紹介したいと思います。まず、えっと、手動車食ですけれども、これはまあ今から100年ぐらい前ですね、1920年代に法文車食機の開発に、えー、森沢の創業者である森沢澤この画面でいうと右にいる若い方の男性と、えー、石井茂吉、これは、えー、車検の創業者。 この写真でいうと左の方にいる少し年配の男性彼らが共同で開発で着手したでそこにはまあ大変なドラマがあります実は。でこれはあのまた宣伝をしますけど詳しくは杉浦康平と社食の時代という私が書いた本の3章4章に詳しく書いてありますのでぜひ見ていただきたいですしそれから「 最近ですとあのライターの由紀あかりさんとかもウェブでこの2人の歴史について非常に詳しい歴史とかを書いていただいている書,いて書かれていると思いますのでぜひそちらなんかも見ていただくといいのかなと思いますが、えーまあ、実際問題として社食が本格的に普及するのは戦後です。で、えー、と戦後って言っても戦後すぐじゃなくて平反オフセット印刷とか 社食の周りにあるいろんな社食と相性のいい印刷技術がこう揃ってきて初めてコールドタイプ革命って言われたりしますけどそうなって社食が本格的に使われ始めるっていう感じですここ今画面に置いてるのはあのデザイナーの山城隆一さんによる社食を使った高島屋の新聞広告ですけれどもこれ1955年ですけど社食ですごくすっきりした広告表現を行っている例としてはこれはかなり早いもので。 55年の時点では全然社食はデザインに使われていたりあのデフォルトでは全然してないと思います、まあ、60年代以降かなというこれはまあ先駆的な例っていう感じですね。っていうのはそのこれ新聞だから最終的には活版ですってるっていうことになるわけですけどその、えー、と亜鉛版とかでこの、えー、と活版ですれるようにしたんだと思いますけど一般的には フルカラー印刷の中で画像にに絡めてて文字を使う場合色って有効な技術ですあのどうしてそうなのかっていう説明はちょっと今日はすいませんあの省くんですけどもなので、えっと、逆に何のことを言ってるかっていうと文字が中心で一色ずりでシンプルに文字がずっと続くいわゆるページものっていうのであれば、えー、金属活字の活版印刷の方が手っ取り早いっていう時代は ずっととその社社食食が出ててて以降も長くく続いて社食と共存していくような形にななりますなのでこの手動社食機っていうのは基本広告とかチラシとかそのまあ印刷の業界用語でいうとこの刃物印刷っていうようなところで使われてたというふうに理解してますただちょっとこの辺り実際どういう用途にどっちの方法が適しているのかみたいなのはその時代によってもどんどん変わっていくと思いますし地方化 東京化とかいろんな要素で変わっていくと思うのでなんかこのあたり自分はこうだったとかいろいろってる方がいたら伺いたいなというふうに思いますけれども、まあ、ざっくりとはそういう話かなと思っております。で、えー、と電産社食もう一方のものこれは何かっていうと、えー、このこっちの話ですね。これは、えーまあ 1970年代以降に出てきた技術なん、まあえっと、規則研究は日本の場合、まあ、60年代とかから始まっやられてますけれども、車検さんとかはそういうふうにやられたと思いますが、えー、簡単に言うと、先ほどだから活字の領域だったところの、車色は入っていけなかったところの一般印刷物の本文組版領域に車色が本格進出しようとするための技術です。つまり ページがたくさんある小説とか学術書とかそういうふうな文字の書籍の中のページの組み版を全自動でガーッとやろうと。でそのためにコンピューターを使おうっていうものですね。えっとガーッとやるって何なのかとかこの写真は何なのかみたいなことですけど、えっと、この写真今置いてある写真は、まあ、最初期の,あの電算社食機ですけれども。 それは説明間違ってたら知ってる方ここ間違ってるぞって教えてほしいんですけど私の理解では、えー、当時はまず記録媒体はあの USB メモリーとかもちろんないわけですから紙テープにデータを入れていてこの紙テープの形で、えー、テキストデータを機械に読ませてやるとでそれに対して体裁の情報を、えー、この装置を使って入力する書体はこれです。 何行何字詰めで行間はこのぐらいですみたいな情報を入れるとじゃあその文,字の情報文章の情報とその定裁の情報を合わせて最終こういうふうに仕上げるよっていうことを指示した、えー、そのデータがまた紙テープとして出てくると。でこれとは別にその印字をするための機械にこの紙テープを読ませてやるとその指示に従って。 えー、ガーッと全自動で組をしていくっていうことだとだうふうに、えー、多分そういうことかなと理解してますけどもね。っていうやつです。で、えー、とじゃあ電算車飾で何が起きたかっていうといろいろ起きたんですけど一つ挙げるとすると、えー、組みルールっていうものが整備されるきっかけになったっていうことは結構大事なのかなと思ってます。っていうのはこの電算車飾機って要するに。 どんな日本語の文章が入力されても一括処理で組版を自動実行するっていう機械なのでそれをするためには、えー、一般法その組版の一般法則の機械的な定義め,めんどくさい方が今しましたけど要するにプログラムできるっていうことが必要になるわけですよね。なので、で、えー、日本でその 実は当時日本の組版ルールってハウスルールって言われてそれぞれの印刷会社ごとにバラバラ微妙に違うルールとかが持って並存しているような状況だったんですけれどもそれがだんだん日本社会全体で共通化されていくことのまあ電算社職だけが理由ではないんですけど一つ大きなきっかけになったかなというふうに思っています。このの電算社職の開発は 客観的に言って車検がすすごく先行します森沢は結構長い間出遅れた状態にあってただし80年代に入ると森沢も急速に追い上げていくっていうような逆にある種車検の技術進化車検の技術進化はちょっと停滞するみたいなそういう感じではないかというふうに思いますね。でこの、えー、と電算車食が出てくると。 これまでできなかったようないろいろ複雑な指定をした組版みたいなこともできるようになっているので私の本の一つテーマになっているその杉浦康平さんとか広い意味で杉浦康平さんの次の世代って位置づけられる戸田勤さんとかそういうふうな本の中をデザインするタイプのデザイナーは電産社食の時代でもいろんな可能性を追求した今僕らが見るとこれは b t p かなって思うみたいな複雑なデザインを 電算写色を使って行ってて行いたりします今画面に置いているのは「あのブルーズが足りの千の,のプラトの、えー」のこれがあのエピステイメっていう中野美隆さんが編集,編集長していたその現代思想の雑誌の、えー、その本文ページを杉浦康平さんがデザイナーとしてもう非常に前衛的な組み版をしているページのサンプルですねここに置いてあるのは。それとあともう一つ。 電算写真っていうのは書体のデジタル化とも深い関係があると思っています。え実は初期の電算写真っていうのはあの別にデジタルで文字を作っているわけじゃないんですね。その組版文字を並べていくっていうその動作を、えー、デジタル化したものなので、あの映画とかで言うとその モーションコントロールカメラが出てきたけれども撮影自体はフィルムだったみたいなのと同じスター・ウォーズとかそういうのと同じような時代寮長の話だと思うのであの一番最初のスター・ウォーズのことですけどそういうような話だと思うのであの文字を、えー、文字自体はどうやって作ってるかっていうと、えー、アナログなあの写真撮影で光学的に文字盤を撮影して、えー、作ってたんですね。だけど それがだんだん技術が進化していって80年代まあ70年代末ぐらいからになるとあの海外の,あの、えっと、ドイツとかアメリカとかの技術も入ってくるようになってそっちの方が先行してデジタルは進むのでそういうの欧米の技術を使って本当を文字の形そのものもデジタルデータとして管理するっていう風になってきます。 なので実は、えー、デジタルフォントってパソコンから始まったっていうふうなイメージを持っている方が結構デザイナーの方とかでも多かったりするかなと思うんですけど実は車検でも森,で森沢でも書体は、えー、DTP 以前に内部的には電算諸食の時代からデジタルフォントになってました。あのもちろんそれは、えー、その収録している文字の範囲が違うとかそのデジタルフォントを表現する技術は 違っているので今よりもちょっと角がぎこちないとかそういうことはいろいろありますけれどもそういうふうになってます。社権だと C フォントっていう仕様でフォントを書体だからここで書体っていう言い方がフォントっていう言い方に変わってるんですけど C フォントっていう形でフォント資産をデジタル的に持つようになったりとか森沢でもタイプスタジオとかデジタルタイプセンターとかいろいろな取り組みで 書体を高品質なアウトラインデータで持っておこうっていうようなそういう取り組みが80年代に進んでいきます。なのでそのことが多分今回のえっとフォントのあの車検書体のリリースとかっていうところにも多分あるレベルでつながってくるということなんじゃないかなと思ってます。はいじゃあ次の話題ですけれどもそれがデザインの現場を それっていうのは社食、ね、の登場がデザインの現場をどうう変えたかという話です今先ほど電算社食とかの話をして80年代ぐらいまでちょっと話を進めましたけど一旦話がちょっと戻って、えー、戦前とかあるいは戦後の20年間とかそれぐらいまでちょっと話が戻ります。さてデザインの,あのグラフィックデザインの仕事って何だろう 特に文字を使うデザインの仕事の大事なことって何だろうっていうとやっぱり書体を選ぶっていうことがあのデザインの基礎肝基礎というか肝だと思うんですが実はじゃないいい時代ってすすごい長いんですよねどういうことかっていうと、えー、かつて文字を使うデザインの業務っていうのは タイポグラフィーじゃなくて書き文字とかレタリングっていうふうに呼ばれていたんですけれどもかつてっていつだっていうと、えー、例えばその書き文字って言われてたのは、えーとまあ、大正とか、えー、と昭和に入ってからの戦前とかででそれが、えー、戦後になっていつぐらい1955年とかそのぐらいにあのこれからは 日本もデザインの時代だみたいになってきたそれぐらいの時代でいろんなデザイン概念が外国から入ってくる中でレ,レタリングっていう言葉に変わったと思うんですけど何にしてもそのまだタイポグラフィーっていう言葉は一部言ってる人いたと思いますが世の中では全然使われていない言葉で,でそういう時代はだからなぜ文字を使うデザインのことは書き文字とかレタリングって呼ばれてたのかっていうとそれは手で書いてたからだっていうことですね。 でだから当時は字を書くくのがうななななけれればデザイナーにはなれなかったような時代ですでここでは、えー、今画面には稲田茂さんという方が書かれたこの方後で出てきますけど、えー、写真で見るレタリング入門っていう1975年だから割と後の時代までレタリングってとっても社食、まあ、とか出てきてもまだまだ1975年ぐらいにはレタリングって大事な技術だったっていうことが分かりますけれども。あの 字は手で書くっていうことがいっぱいあったっていうかむしろそれがデザインに使う文字は自分で書くのが普通だったっていうそういう側面があるっていうことですね。なんでそそううなののかっていうととれは日本語の書き言葉と関係がありますで、えー、と今画面に出しているのはこれは1970年にグラフィックデザイナーの原博さんあの戦前というか戦中期のプロパガンダのフロントとかそういうのを なさったやられたことで有名なデザイナーですけれどもその彼が1970年に読売新聞に書いた記事ちょっと字がちっちゃくて長いんですけどすごく要点がキュッとまとまっているので割とベタに読んでいこうかな時間あるかなベタに読んでいこうと思いますはいちょっと読み上げますねえっ、ー、と、えー、コールドタイプうんぬんってあって最近金属活字を使う最近っていう70年代ぐらいの70年の話ねえっ、ー、と 最近金属活字を使わなくなる傾向が現れてきたのであるこれは文字印刷における変革であるそして社食による文字印刷もその一つであるとでまあ社食はアメリカでは50年我が国では40年歴史があるけれどとかってあってその初期にはむしろ文字印刷の邪道とみなされ事実多くの欠陥を持っておって僕自身も決してその印刷物は好きになれなかった社食を使ったデザインは好きじゃなかったってハイルロムが言ってるわけです でえー、多くの改善が施された今日でもまだ問題はたくさん残されているしかし社食には利点もある文字印刷文字に新しいデザインの書体の出現を容易にしたこともその一つである金属活字の場合東洋漢字だけでも2,000円字近く、えー、それに大小のポイントの活字を揃えようとすれば何万という字母を掘らなければならないというそういうコスト上の問題があったので、えー、と 結局その、デザインに必要ないろいろ面白いような形を持ったディスプレイ書体っていうものをとてもじゃないけど活字として作っていることとかはできなくてでなので、まあ、金属活字として用意できるのは明朝体とかゴチックみたいな基本的なものに、えー、原則としては限られたとちょっと記事がまだ続きます長いけど引き続き読んでみましょうで鋳造、えー、された活字を置くスペースも大変である。 しかも東洋漢字だけで足りる印刷所などというものはないでしょうと新しい書体の活字を増やすだけで莫大な犠牲が待ち受けているわけであるでアルファベット系の文字の活字には古典的な名作から現代的な性格を豊かにした新しい書体まで実に多様な書体があってそれぞれが有効に使われて文字印刷の表現を豊かなものにしているが我が国ではほとんど明朝とゴシックのわずか2種類に借りられるということは字数が多い。あの 非常に膨大な数の漢字かな交じりの字を用意しないといけないということが大きな理由の一つになっているところが写真食事の場合は一そろりのネガを作ればよいわけである一つのネガから大小の文字を作るということは大小と違ったプロポーションのデザインがしてある活字の文字に比べればそれは欠点でもあるがこれはちょっと時間があれば後で説明しますがちょっとこの話は飛ばしてえとにかく社食が新しいデザインの印刷文字 要するに、えっと、広い意味での活字とか書体っていうものを容易にすることは事実であるということで,でそのあと、えー、実は、えー、この記事全体がその車検の,その新書体コンテストのなんか、えー、っとちょっと宣伝的な意味を持ってた記事だったっていうことが最後の方に分かるっていうふうになってるんですけどのというような1970年の時点でさえそういう 印刷の金属活字の書体数ってそういうい制約があったわけですね。そこを今原ムが要約しているような理由で写は変えることができた。先ほど写したあの文字盤一つ作ればあの新しい書体をどんなサイズでも手に入れるどんなサイズって言ってももちろん限界はありますけどさまざまなサイズを得ることができるということで社食が登場することで 書体数が激増するっていうそういう状況が起こります。手で書かなくてもよくなるってことですね。それで書体を選ぶことがデザイナーの基本。日本の場合デザイナーの基本的な所作になってくるっていうそういう関係かなと思います。他にどんなことがデザインをじゃあのデザインの現場を社色が変えたかっていうとまあ今の話と裏表なんですけども切った張ったのデザインと性という。 タイトルを画面に置いていてます。これはあの去年亡くなられたデ,あのデザイナーの鈴木仁志さんがあの彼は映画批評家でもあったので任侠映画の言い回しをもじって、えー、デザイン彼がその若い頃やってきたようなデザイン業務を、まあ、切ったはったの世界だったっていうふうに言っているその表現を借りているものです。何のことかっていうと先ほど出したこの社食印字っていうのはあくまで素材であってこれ自体を例えば 1>, 1万枚とかこれを吸ってそれを印刷物としてみんなに配るということをするわけではもちろんないのでここからじゃあどう最終的なそのデザインになるんだっていうとその社食印字を切り貼りして半下を作ってそれをまた写真製版して印刷物にするっていうことをしてるわけですね。で今画面に置いてあるのは えっと私の,その杉浦康平と社食の時代の本の中で使っている図版ですけどもあのこれその杉浦康平事務所は非常に精密なその切り張りの技量でえ完全に半下を自分たちで仕上げるっていうスタイルでえ撮ってることで有名な事務所でしたけれどもそこのえ半下の実物の写真でここにあるように非常にまあアダログな技法でさまざまな文字の社食印字とか えー、いろんな図版とかを複雑に、えー、非常に精密に切り貼りしてで今の僕らの目で見るとこれは絶対デジタルで作ったやつでしょうみたいに思ってしまうような印刷物を作っていたっていうことですね。でちょっとこれ少し余談みたいな感じになるかもしれないんですけどクラス文学者の、えー、鹿島茂さんがその 先ほどから紹介している私のその杉浦航平と社族の時代の本の書評を毎日新聞に書いてくださってそこのイントロがこんな風だったんですねあの鹿島さんの思い出話から始まった私の名前が最初に活字になったのは伝説の雑誌エピステメの、えー、とミシェル・フーコーのインタビューの翻訳記事だったでその時に中野三木隆編集長から原稿を見せて版下を見せてもらったらいや驚いたと、えー、あの 小編に印刷された文字が紙の上に切リギリ細工のように並べられていたからである。二講での訂正は小編をピンセットで貼り直すから極力控えてほしいと言われたことを覚えているということでえそうなんだと思ってあの自分の本棚を漁ったらそれがありましてこの、えっと、1976年のエピステーの「エピステメの 中に確かに鹿島茂さんが訳した、えー、と風ーのインタビューが載っていたんですけども、まあえー、とこれ文字中心の一色のページもの、まあ、論文集みたいな本を手動、えー、者食でやるっていうのは結構当時としてはあの異端の試みだったとは思いますけども、まあえー、そういうような形でデザインが作られていた時代があると。 でそのこととまあそれの別な側面でもあると思うんですけど文字を詰めて組むっていうスタイル皆さんあの今日ここに来ている皆さん何らかの形でデザインの仕事をされている方はすごく多いと思うんですけど皆さんが多分当たり前に今もやっているところの,文字,の、えー、文字と文字の間隔とかサイズ、えー、美しいものを作るこの右の図版でいうとこのミシェル・風光っていう部分がすごく、えー、きつめに詰,んで、えー、詰めてあったりとかそれから えっと、あ真ん中すみませんキャプションつけ忘れてますけどこれはあの細谷岩さんの仕事ですねデザイナーの杉浦、まあ、さんの,あ,の,あ,のある意味の名優の一人でもあると思いますけど細谷岩さんの札幌ビールのこの報告とか、えっと、そういうようにあの文字を詰めてて美しくするっていうスタイルなの要するにこうただの何も詰めてない文字があるとしてそれをいろいろ感覚の調整とかをしていくとすごくこう締まって。 えー、密度感があってでしかも流れもいい、えー、見た目の美しい文字を複製的な文字を使ってこれを手書きでレタリングするんじゃなくてこういうものを作るっていうそういうようなスタイルも社食、えー、ししが登場したことでこういう爪組みが始まったっていうわけではどうもなくって社食、えー、より前から爪組みはなされていたようなんですけれどもでも、えー、ブームが つべ組みがすごくブームになったことによってむしろ、えー、射色が広まったなんでかっていうとその金属の活字だったら、えー、活字同士がぶつかってしまうからそれ以上間隔を詰めるっていうことはできないのでそれは清刷、えー、りなりに一回、えー、してそれを切り針りで詰めていくっていうことをしないといけないんですけど社食機の性能がだんだんこなれてくると、えー、必ずしも全部切って貼って詰めていかなくっても。 印字するるる段階である程度いいい感じに詰めておいておくれるなぜならそれは写真的な技術だから重ねて写真を焼いていけばそういうことができるからっていうことでむしろ社、えー、食機の性能の向上とか社食機の普及をもたらしたっていうふうに社食のエンジニアの方が証言していたりします。というような感じで社食はデザインの現場にもいろいろ影響を与えたという話でした。じゃあ次は体、えー が特にその今回、えー、復刻されるその車検の車色所帯どういうところが面白いのっていう話をしていこうと思います。えっと、まずは第1弾としてその石井文字と言われる石井明調とか石井ゴシックが復刻されるっていうようなニュースが出たと思うんですけれどもこれはだからそ,のそのデジタル版の石井明を受け入れる民通っていうやつとか石井中ゴシックを特別に。まあ お借りしてこのスライドの中で使っていますけども、これはどういうものかっていうのをごくごくかいつまんでお話しします。えっとこれはあの時代的には結構昔戦前から開発が進んでいたタイプの文字の話で、えっとこれはとってもなんていうか奇妙なあるある意味で不思議な話なんですけど。 車検の創業者である石井郁吉っていう人は自ら文字をを書書く社食ののたための書体を設計すする人だったんですよねこれは考えてみれば当たり前でも何でもなくてだって社食企業の社長であることとか社食を開発する技術者であることは別に書体設計者であるっていうことを全然願意しないはずですし実際あの片屋の森澤信夫さんとかはそういうことを全くしなかったと思いますので。 だけどいろ、まあ、んな理由があって彼はその社食のための文字を自分で書くっていうことをやったんですよね。でその文字がすごくこうあの繊細で美しいっていう風な評価が一般的にはあって日本ののの文字の歴史の中で重要な位置を占めている今画面においてるのは佐藤圭之助さんが1972年に書かれた本から借りてきたものでまあ この当時の代表的な民調体の造形を比較したもので、えっと、一番左が信頼の木版左から2番目が築地活版のもので,で、えっと、3番目が修営者の修営民調で,で一番右がその石井民調で石井民調が一般的に繊細で女性的な味わい時には力強さに欠ける。 それを呼ぶのか美しいと考えるのかは人それぞれだみたいなそういう特徴を持っている書体だっていうことがすごくよくわかると思います。でじゃあ石井明兆って何でこういうふうになってるのっていうことなんですけど、えっと、私の整理ではまあ多分こういうことかなって思うんですけどあの、えっと、石井明兆は、えー、まず社食なので可変倍率。 なんですよねつまり拡大縮小しても太さが同じだとちょっと前の画面に映した原博さんの新聞記事の中で僕が飛ばし読みしたところですけれど、えー、金属活字の場合は文字サイズが大きくなればなるほどあの字も太くなっていくのが普通だったんですね大きく使うときは目立たせタイクって使うわけだしそのすべての 文字サイズのすべての太さを網羅するっていうことは物理的に現実的じゃないのでそういうわけで、えー、文字が大きくなればなるほど力強く太くなっていくっていうのが活字の場合普通だったんですけど社色の場合はそうはいかないと。でそれは、えー、とどういうことかっていうと具体的には本文と見出しで同じ書体を拡大縮小したものがどっちも使えなきゃいけないと。っていうのはこのえっ、ー、と 石井もっちが最初に社食書体を作った時っていうのはその、えー、さっき少し前にお話ししたもう社食によって書体がどーっと増えていく時代のことではなくってまだ車食機器を作り始めたばっかりの頃の話なので社食の,あの書体が全然足りないわけですね全然足りないというかとりあえず1個作んなきゃいけないっていう状況だったのでその1個っていうのは要するに何にでも使えるものじゃないといけないから一番汎用的で。 な民調体でしかも、えー、それは本文にも使えるし見出しにも使えるっていうそういう書体を作るっていうのはあの多分当時それ以前には技術的になかったことなかったチャレンジをしなきゃいけなかったと。で、まあ、その他にも、えー、でも活字と違って、えー、金属の活字を実際にこう彫刻していって字を作るっていう必要はなくって面紙の上に面相筆で書いたものを写真に撮ればそのまんまそれを、えー 印刷物のための文字にすることができるっていう写真的,写真的な工学的な特徴とかそれからその文字がどんな風にえかすれたりにじんだりするかみたいなものもその活字のにじみ方かすれ方とは違いますし大きくした時とちっちゃくした時では違った風になったりするだからえ例えばあんまり横の線を細くしすぎるとえ消えて潰れちゃうので横の線はある程度太くしなきゃいけない。で縦の線は その分逆に細くしなきゃいけないから縦と横の太さのコントラストがあんまりない割とこう中央な感じの線幅になるとかそういういろいろな技術的な制約とそしてよく言われる石井茂吉が非常に達筆で毛筆の差異があったっていうそういういろんなさまざまな制約だったり条件をまとめ上げる技量っていうものが融合してできたのがこのえと多分石井明兆なんだろうなというふうに思っています。 でえっと、ここに挙げてるのはその石井明兆が使われている、えー、当時の日本の傀儡国家満州国の,その、えーまあ、年俸みたいなやつですねどうして満州で使われてるんだみたいな話はちょっと今日は時間がないので、えー、できないですけどもそれもまた非常に面白い話なのでよければ私の本の方には書いてますのでそちらを読んでみてください。はい、で今のがだからリリースされる第1弾の方の,あのえっと その市民庁を中心にした話ですねで、次がそのつい先日第1で発表されたそのもっとその先の様々な社,社権書体もリリースしていきますよっていう話の本の話今日の私の話で言うと一気に書体が増えていくような時代になってからの書体の話ということです新書体百科両覧というふうになっています ちょっと時間がなくなってきたかもしれないので少し駆け足でここからはやっていた方がいいですかね。はい、えー。これいつぐらいの話っていうとまあざっくり言うと70年代1970年代以降の話ということかなと思います。もうちょっと前にあのタイポスとかそういうのがありますけれどあれはまあ,あのカナだけの書体でもありましたし、えー、漢字含めてその新しい書体っていうのがどんどん出てくる。そしてディスプレイ用の書体が、 次々に,に生まれてくるっていうのは70年代以降の話だと思いますけどもじゃあどんな書体なのっていうのを、まあ、その時代の書体を全部紹介するっていうことじゃなくて今回レディースがアナウンスされた書体がどういうルーツがあるものなのっていうのをちょっと紹介していこうっていう話です。えっとまず何と言っても何と言ってもというふうに僕は思いますけどもあのすごく大きなあの出来事だなっていうふうに思ったのは。 中村幸弘さんが、えー、という書体設計者の方が設計した「えー、ゴナ」とか「ナール」という、えー、非常に日本のゴシック体の,あのデザインを改革するような、えー、仕事をした書体ですね。えー、まあその他、えー、とかたあの今回リリースされる書体の中で「ナカ」とか「ナ」っていうような、えー、のを含んでいるのは中村さんの「ナ」から来ているので、まあ、中村さんが設計した書体だと。で あのこれは先ほどすでに出した図版をいろいろ含んでもいますけどもとにかくこの「えー、ゴナ」とか「ナール」は圧倒的に世の中で使われていてもう本当に漫画から、えー、雑誌広告から世の中の公共的なサインから「ナール」や「ゴナで」で、えー、社会が埋め尽くされているっていうそういう時代がかなりあったと。それから、えー、と先ほどそのレタリングの話をした時に稲田さんという方が「 レタリング入門の本を書いているという紹介をされましたけどこの稲田茂さんもこの新書体の設計を社権にいろいろ提供していてその稲で始まるのはこの稲田さんが設計されたいろいろなディスプレイ書体ですこの稲田さんとこの中村さんは社権の社員ではなくてキャリアのルーツとしては レタリングとか書き文字とかそういうふうな仕事に従事していた、えーまあ、商業美術とかデザインの世界にいた人が書体制作に参入してくるっていうことが可能になっていくっていうそういうような時代の中の話です。それれから、えっと、これは これは何だかかかりですかねあのちっちゃくして画面見てる人は分かって大きいパソコンで見てる人は何だかわからないみたいな感じかもしれないですけどちょっとカメラを引いてみると「バラという字だったっていうことがわかりますけれども非常にどうやって書いてるのみたいな感じなんですけどあのこれ、まあ、知ってる方いろいろぜひ教えてくださいっていう感じですけどこれは「ぼかし」という書体ですけれどもこの「ぼかし」という書体を作ったのはという書体を作ったのはあの 当時、社権に社員として在籍していた今田さんという方で今田さんは今でも現役の書体設計者としてインディペンデントで活躍をしてらっしゃいますけれども近年ですと伝統的な書体をある種今現代にリバイバルするというようなそういう活動を多くなさっている方で一部の書体は森澤の「パスポート」にも収録されていると思いますけれどもその今田さんも書体を作ってらっしゃいます。 それから名前が「スで始まるのは、えー、鈴木勤さん車検の、この方も車検の社員として在籍していた方ですけれども彼が設計した、えー、この非常に丸々とした「スーボとか「えー、スーしとかあのとても優れたディスプレイ書体を作った方ですけれどもこの方の書体も今回いろいろリリースされるということですね。特にここの、えー、とスーボという書体はこれはれ、あのー 車検にいたた方からお話を伺ったことがあるんですけどあの面白いなと思ったのは実はこのスーボっていう書体は東京のデザイナーにはそんなに受けなかったとあの、えー、東京はのデザイナーはすごく洗練されたかっこいいものを作りたがるだけどこれは地方ですごく売れたっていうんですね。あの あととそれれかからチラシとか通販のカタログですごく売れたつまりいい意味でのやぼのったさとか垢抜けなさとか親しみみたいなものがあってだからその地域によってあの文字の売れ方って全然違ったんですよっていう話を聞いたことがあってそれはこう文字がたどるその人生文字を人間みたいなものだと思うとそれのすごく面白い側面だなっていうふうに思ったりしましたが、えー、と,ともかくこういう「数簿」っていう書体も今回あのついに使えるようになる。 ということですね。はい。で、えっ、ー、とちなみにこのえっ、ー、と鈴木久武さんは、えー、あの皆さんもご存知と思いますが、鳥の海さんと一緒にえっ、ー、と1989年に車検から独立して、えー、自由工房を創設された方です。で、鈴木さんは若くして、えー、40代でお亡くなりになりますけれども、もちろんあの左のヒッに自由工房が、えー、行った仕事、あの鈴木さんもその設計に参加した左の初代は。 今も日本のデジタルフォントをリードし続けている。えー、郵便ミ庁とかにしても何にしてもね。で、今回の開国にもいろいろ関わってらっしゃるということだと思います。はい。で、えー、と話題としては実質的にまあ最後になりますかね。で、あとその他にもう1個、まあ、論点としてあるかなって思うのは、えー、とじゃあその車検と森沢のこのこう関係ってどんな風だったのっていうことですよね。そのまああの まあよくその西の森沢東の車検みたいな風に言われていて今ここ実画面に出しているのはえと上の西の森沢の方が全部あの森沢の書体で作っていてえ下の,あの東の車検の方は全部あの今回リリースされるえ車検の書体のデジタル版で作ってみていますけどもまあとってもある意味認証が似てる部分があるし違うところもあるという感じですがさまざまな形で大阪拠点の えー、森沢とあの東京拠点の車検っていうのはライバル的な関係にあった。まあ、ただ全体として見れば、えー、当時その、まあ、デザイナーは、えー、多分公平に言うと車検、えー、の所体の方を支持する傾向が全体としては強かったと思いますしそれから、えー、とそれ以上にやっぱり東京への出版印刷文化の一極集中っていうことが圧倒的に進んでいくので。 その「地の利」という意味においても食のの時代は車検の方がが強かったとということがありますで本日はイベントの性質上ちょっと車検の話題が多めになったそれはあのそれがリリ,ースリリースされますっていう回なのでことをめぐってのイベントだったのであの大阪の森沢に今私いるんですけど車検の話をずっとしてるっていうなんかあのいいのかなみたいなそういう機会になってはいるんですがまあもちろんその。 えと森澤が負けてただけだみたいなそういう話では全然ないわけですね。あのえー、とごあの皆さんも,もうご存知ですけど「ゴシック MB101」というあの非常に、えー、優れた書体これ今画面に置いているのは、えー、とこれは1989年90年代直前の雑誌「ポパイの」の、えー、中の広告とかのページですけどこれ全部同じ,イラス同じ雑誌の中書誌情報が一緒なんですけどその中に あのいろんなあのソニーの広告とか、えー、とこれは日産の広告とかいろんなのの中に、えー、50KMB101 が出ていていかにこれが広くあのデザイナーにとって使いやすい書体だったかっていうことがよくわかるかなというふうに思いますしそれからあとあの今回、えー、デジタルでついに使えるようになるあ一,一部のよりとかからリリースがされ始める車検の5男。 先ほど紹介したた中村幸寛さんが作られた書体は当初かつてない、えー、極太のゴシック体として開発が始まったものでですごくファミリーその太さのバリエーションが充実している書体ではあるんですけれどもでもあのそれは実は計画的に決まった最初からファミリー展開しようと思ってやってたことではないらしいんですね。あのでえー、とまず太いものを一番太いもののを作ってその後、えー ある種そのどんどんそれをに継ぎ足していくような形で結果的にファミリーになったっていう側面がある書体なんですがどうもいろいろな方にこう話を聞いたりとかしていくと実はそれは「TODAY」っていうあの書体があの田中一行さんがディレクションした書体で森沢から1979年からかなえとリリースされ始めるんですけれどもこれはその「 最初からファミリー展開するっていうことが決まってた書体として出てきてこれに対してすごくこうこういうのを森沢にやられたっていうことが車検を触発してそれでその森沢の動きに負けているわけにはいかないと思ったかどうかわかりませんけどもまあそういうような力学でつまり ライバル関係がで、まあ、お互いを高め合ったみたいなそういう側面があるんだろうと思います。あので、さらに言うと、でこの t s っていう書体は、まあ、一部ネオ・ t s でしたっけっていう形で森沢のデジタルでも今ありますけど、どうもむしろ、えー、とこれはあのしその書体の進化の流れとしては、新語に流れていったらしいんですよね。あの今回この 講談をするにあたって森沢の方に調査をしていただいて教えていただいて僕もすごくえへ、ー、って思ったんですけどその d a y の一部ウェイトの骨格が、えー、信号を開発するときに信号の中に活用されているっていう話らしくてだからあの信号は t デイのまの、あ、発展系みたいなそういう側面を持っている。で信号といえば、えー、もちろんあのそれは ゴナのある種の、えー、とジェネリックみたいな立ち位置によって特にデジタル時代になデジタルフォントの時代になってから、えー、急激にその、えー、プレゼンスを高めていった書体で、えー、つまりある意味によってゴナのライバル的存在でもあるというふうに思うと思いますがというように、えー、ライバル関係がお互いを高め合っていたというふうに言えるのじゃないかなと思います。ちなみにに、えー、今画面の上に出ているライバル関係がお互いを 高め合ったっていう文字とか、四、丸四の役物が微妙に形が変わってますけども。これはちょっと僕の遊びで、えっ、ー、と、こちらが、こちらのライバル関係がお互いを高め合ったは五名で。こちらのライバル関係がお互いを高め合った、の方は、えっ、ー、と、信号で組んでいます。はい、まあ、それは、えっ、ー、と、ただの遊びの話ですが、で、今日の話題の最後です。あとは、じゃあ、いろいろ、あの、今日、あの、話をしてきました。 そんななような歴史的な書体がリリースされるということでさあ我々はどう使っていけばいいのかという話なんですが私としてはこんなふうに思っています。まあ、それはもちろんあの好きに使えばいいいでででしょうでということとこすよねあのだってまあただじゃないわけですお金払って使ってるわけですからそれはどんなふうに使ったっていいというふうに思いますけれどもどん方堅苦しい答えいいよってばとは思うのですけれどまあでもあの 割と保守的な提案で例えばこんな使い方したら面白いかもみたいにすぐ思う例をいくつか挙げると例えばその日本の,の 80s 風のデザインはナインティーズになってもそうだと思いますけどかなり写食文字と共にあると思うんですよねここに今、えー、ゲームのゲームの関連書籍とか、えー、と東方東和が配給した b 級アクション映画のポスターとかいろいろ並べていますけれども今 あの若い方って何、えっと、ていうかメンフィスデザインのリバイバルみたいな 80s 風のデザインとか特に2年前ぐらいは私が教えてる大学の,そのイラストが得意な子とかはみんな 80s っぽいカラーリングでデザインとかイラストを描いてたっていうそういうのはありましたけど、まあ、そのブーム少し落ち着いたかもしれませんが 80s 風のデザインをやりたいみたいな時に。 やってみてみ今までどうも濃くならないなっていう理由の一つは日本の場合それは社食初代が使えなかったからみたいなこともあったりするのできっとまあそれは僕が別に言わなくてもその界わいの人たちはきっとお喜びしてるんだろうなっていう気がしますよね。あと結構これが僕大事なんじゃない大事っていうかこれは個人的にはすごく大きいかなっていうふうに思うのはその絵本の,あの福音館とか小熊社とかいろんなその えっと、だから60年代から70年代、まあ、80年代前半ぐらいまでの絵本の黄金期ってありますよねもちろんあの今も素晴らしい絵本次々に出ているんですけれども「えー、グリとグラ」とかああいうそのオールタイムベストみたいなあのその当時、えー、出た60年代に出た本だけれどもここに挙げている「私のワンピース」のように今でも新しい子供が生まれると。 プレゼントする絵本として選ばれ続けているみたいな非常に息の長い絵本群っていうのがあると思いますけどそれらにはかなりの確率で社食の,の文字が使われていると思うんですね。それはの先ほど今日の話の前半で説明したように文字の横にちょっと字をあカラーの絵の横にちょっと文字を添えるっていう使い方だからっていうことですね。なののので、えー、と意外とそのある種の絵本の佇まい 思った絵本を今あ作ろうっていうふうにするとなんかでもその感じがならないっていうのは実はその、えー、その時代の絵本に使われていた社色書体が使えなかったからっていう要素が結構あるんじゃないかっていう気が個人的にはしているのでなんかそのあたりもいろいろ面白いことができそうだななんていうふうに思ったりもします。これは本当に様々ある可能性の,あの えとその中では非常に凡庸なアイディアを2つ言ったぐらいでしかないと思いますが、えーとはい、今日のお話の最後のスライドになりますけども、えーとまあ、それはまあ単なるそのあんまり、えー、さほど画期的ではないアイディアでしたけど多分大切なのは個人的にはこういうことなのかなって思うのは1つは、えー、これあのヒップホップの音楽でも何でもそうだと思うんですけど、えー アーカイブ的に非常にたくさんの昔の資産を自由に組み合わせて何かを作れるっていう風になった時にはいわゆるマッシュアップとかリミックスって言われるようなそのもう自由活発に柔軟に時には起きて破りの方法で、えー、最初にその書体を作った人が思ってもみなかったような形であ こんな使い方ができるのみたいなことをこう若い人たちがどんどん行っていくみたいなそういうものをすごく見たいなっていう発想があの、えー、と気持ちが僕にはありますで。だってそもそもこれらの書体が最初に出てった時はすごく掟きて破りなものだったんだからその掟きて破りなものに対してすごい保守的に向き合う必要はそんなにないかもしれないって僕は思います。でもそそれこそそのヒップホッププホの音楽が好きな人たちとかは、えー ある種自由にリミックスとかをするんだけどでもルーツとかコンテクストをちゃんと踏まえたサンプリングになってるかみたいなことも価値観としてすごく大事にしてますよね。これはある種のストリートワイズとしてこの街にある普通の人たちの中にあるその知性としてそういうことがあるんだと思いますけど文字についてもやっぱり同じようなことはあるかなと思っていてあのその文字が一体どういう背景の中で生まれてきたのかっていうそのルーツ。 とかどんなふうに使われてきたのかという文脈に対するリスペクトとかその基礎知識みたいなものを持っていると決してそれにとらわれるという意味ではなくてそれを踏まえることでやっぱりこう何かその先人たちが行ってきたさまざまな積み上げを引き継いでいきつつ新しいものをその上に足していくというような形の使い方ができるんじゃないかなというふうに思っていて。 そんなような、あの、可能性に、今回の、この、車検初体のリリースっていうものが、つながっていくといいな、というふうに、個人的には、思ってあります。うん、っかり五分、増えて、あの、延長されてしまいましたけども、私の話は、以上になります。どうも、ご清聴、ありがとうございました。ありがとうございました。 私事前にちょっとスライド拝見してましてこの続きは大丈夫ですかこれは何か質疑の中とかで今やってよろしければやってどうでしょう流れとしてはせっかくですのでこの文脈へのリスペクトというところもちょっと絡むかなと思いましてはいじゃあちょっと延長にすいません今振っていただいたのでちょっと延長でこれもうもしかしたら私が不勉強なだけでの他のところでちゃんとその 鳥の海さんとかがご説明されてる話なのかもしれないんですけど私、えっと、石中民町の今回のデジタルのリリースというかデジタルのデータをあの一足先に、えー、使わせていただくという非常にラッキーなことがあったときにあれって思ったことがあってそれは、えっと、あの左が、えっと、石民町隊で右が A1 民町で A1 民町と a 民町のデーと。あの 石井民調っててすごくデザイン的に似いいる書体だと思いますであのもうちょっとはっきり言うとあのエヴァン・ミはそのは石井明朝体を使いたいっていうニーズの受け皿として、えー、と需要が拡大してきたっていう側面があると思うんですけどそこで結構ポイントになってたのがその、えー、と社食のいわゆるマージナルゾーンっていわれるその、えー、とつまり源氏はそうなってないんだけど写真で撮影した時ににじん もうエッジとエッジがくっついちゃうっていうそのマージナルゾーンのっていうのがこれが、えー、と結構そのなんていうか文字を置いただけでまとまるあのデザイナーにとって使いやすい特徴としてすごくこうあの喜ばれてきたっていう面があると思うんですね。それは元の設計にはない要素なんだけどであの今日も朝ここに来る途中にその、えー、とマンションのあの素敵なマンションができますっていうのの。 このポエムみたいなのがある電車の広告とかにそのこれこれのマンションどこどこに登場みたいなところがこの A1 民調のこのマージナルゾーンを生かしてあのバッて使われていてそこをあのそれは今回は採用しないっていう形でこの石井中民兆が設計されているようだったのでそこがその。 えっと実は多くの人が石明調の味わいって思ってたところのうちの何パーセントかは多分このえっとマージナルゾーンがになってたっていう要素があると思うのでちょっとそういうあのそこのあたり今回どういう考えであの復刻されたのかみたいなお話を伺えたら嬉しいなっていうこれは少しあのマニアックなコメントになりますはい、阿部さん改めましたました。 まあこういったあのところまずはさまざまな観点からお話を頂戴しまして本当にありがとうございました、えっと、特にあ、まあ、文字に限らないのかもしれませんけれどいろいろなものが実はそ,それが手元に届くまでにはあの技術的な制約であったりあるいは時代の まあ流れみたいなものと隣り合わせがあって、まあ、今手元に届くみたいなでこ,、ね、この「永和民調のお話もまあ写真食事ならではのお印刷のにじみみたいなところがあ今後どういうふうにそれが施されて加工が施されているものとそうでないものとあのどういう使われ方がされていくのかなというのは非常に私たちとしても興味深い部分ではありますけれども阿部さんご自身はあこう。 社食のさまざまなデザイン誌をご覧になっている中でこの時代この社食が使われていた数十年にこう興味をす抱いた大きなきっかけみたいなのは何かおありだったでしょうかそれは、えー、とやっぱりとてもシンプルな話でその今自分たちが使っている書体の直接のルーツになっているものっていうのが。 のものだからということですよねもちろんデジタルになっても新しい発想の書体っていうものはたくさん出ていると思いますけどもその基本的なアイデアみたいなところがかなりこの時代になって一気にできてしかもでもそれをそのままの形では今アクセスすることができないっていう状況になっているっていうところがあのじゃあそれは一体どういうことだったんだろうっていうふうに考えてみたいなって思ったもうシンプルな理由というか、ね こ,こがあのひょっとすると先ほどの文脈へのリスペクトみたいなところの、まあ、興味関心と重なる部分なのかもしれませんね。ありがとうございます、はい、それでは、えー、スライドでも触れていただきましたけれども本年度2024年に「読者森沢」より「車検書体」を多くリリースする予定です。そちらの内容について、えー 20分ほどでご説明を差し上げたいと思います。それでは加藤さんよろしくお願いいたします。はい、じゃあ森沢とおりましては、私、株式会社森沢の加藤からご案内をさせていただきます。その間ですね、皆様から Q&A の方を募集しておりますので、画面下部の Q&A のボタンの方からですね、どうしようしお寄せいただければと確認を。 安倍さんにいた,だい,てあるいただいている20分の間私の方で新書体についてご案内をさせていただきたいと思いますそれでは画面スライドの方お願いいたしますはい、では新書体なのに懐かしい2024年リリース予定車検フォントのご紹介始めてまいります森沢は先日車検書体を今後合計100フ そしてリリースすることを発表しました今年2024年には43フォントをリリースいたします車検書体は1970年代から2000年前後にかけて盛んに使われていたためこの画像をご覧になる方の中には懐かしさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんそれぞれの書体をご紹介する前に森沢と車検について少しおさらいをいたします 話は今から100年前にさかのぼります。1924年、森沢の創業者である森沢信夫と株式会社社券の創業者である石井茂吉氏は、オーブン写真食事機の特許を共同で申請しました。写真食事機とは、写真の原理を使って文字組みをする機械のことです。文字の大きさとデザインの数だけ活字を必要とする活版印刷が主流だった当時において、 この発明は画期的で日本の文字と印刷業界の歴史を大きく変えた出来事でしたしかしその後森澤信夫は独立して株式会社森澤を石井茂吉氏は株式会社社研を立ち上げます写真食事技術の普及とともにそれぞれが事業を発展させビジネスの上で大きな競合となりました社研の生み出す書体は 印刷出版物を中心に、当時多くの文字組みシーンを彩りました。DTP の普及とともに、車検書体は活躍の機会を減らしたものの、そのデザインの優美さと多様さは、今なお多くのファンを魅了しています。また、車検は広く書体のデザインを募る石井賞創作タイプフェイスコンテストを開催し、このコンテストからも様々な書体のデザインバリエーションが誕生しました。 時は流れて5年前の2019年書体業界の国際的なカンファレンスが東京で開かれました森沢がカンファレンス内で講演するにあたり社権に資料の提供を依頼したことをきっかけに両者のやり取りが再開します対話を重ねる中で文字文化の継承という共通の思いが合致し今後も社権書体が広く利用されるよう オープンタイプ化に取り組むことに合意しました。その後、社研と森沢グループでの開発を進め、オー公ン写真食時期の発明から100周年の節目となる今年、社研初体をオープンタイプフォントとしてリリースする運びになりました。以上が社研と森沢がオープンタイプフォントの共同開発に至った経緯でした。 ここからは、今年リリースする車検書体のラインナップをご紹介します。2024年には、ご覧いただいている合計43フォントをご提供予定です。公文写真食時期発明100周年を迎える今年以降、数年で合計100フォントのリリースが計画されています。これらのフォントを提供するにあたり、 書体の性質に合わせて2種類の開発アプローチを採用しましたそれぞれのアプローチを取ったフォントをここでは開国フォント車検クラシックスと呼びますまずは開国フォント石井民朝石井民朝オールドスタイルカナ石井ゴシックのサンファミリーをご紹介します これらのファミリーの元となった石井明兆石井明調オールドスタイル大仮名石井ゴシックはいずれも社食時代を代表する本文向け書体です社食時代には主に雑誌本文や広告コピーなどに用いられその優美さ完成度の高さが当時のデザイナーの間で称賛されましたこの優美さと完成度の高さを受け継ぐために 石井民調・石井ゴシックファミリーでは開国と呼ばれるアプローチを採用しました改めて刻むと書いて開国と読みます現在ご覧いただいているのは開国された石井民調ファミリーの組み見本ですその他2つのファミリーについても続いて組み見本をお見せします開国のアプローチでは社食時代のデザインを参考にしつつ 現代の環境や用途に適した書体として、一から新規にデザインし直すことで、より成熟度を高めました。これによって開国された石井民町・石井ゴシックファミリーは、本文書体として幅広い用途でお使いいただけるデザインを目指しています。石井民町・石井ゴシックのファミリーの開発の詳細については、 森沢の公式 YouTube、ノートでもご説明をしております。より詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。2022年に実施した関連セミナーの内容をまとめたものとなっています。石井民調・石井ゴシックは社検を代表する書体です。ですが、社検書体は優美な本文書体だけではありません。個性的な見出し向けの書体も数多く存在しています。 現在目にするさまざまなデザイン系見出し向け書体の源流を作ったと言っても過言ではないでしょう。こうした書体をオープンタイプ化するにあたっては石井明兆石井ゴシックとは異なるアプローチを模索しました。ここではそのアプローチを採用したフォントを「車検クラシックス」と呼びます。その中からいくつかのフォントをご紹介します。 最初にご紹介するのが、ナール e l です。この書体は、第1回石井賞創作タイプフースコンテストで1位を受賞した書体がベースとなっており、民調ゴシックのような伝統的な基本書体以外の様々なデザインが開花するきっかけの一つとなりました。社食時代はウェイト名をつけず、単にナールとだけ呼ばれていましたが、 今回のオープンタイプ化にあたって EL というウェイト名をつけています。懐が広く地面の大きな丸ルゴシック体は数多くありますが、その中でも特に地面を大きく、懐を広くデザインされているのが特徴です。今年はこの EL に加えて E のウェイトも提供します。次に数写 H をご紹介します。 横組専用書体として開発された民調台風の車体がかかったデザイン書体です。横組の文章をきれいなラインで見せつつ、優雅で爽やか、シャープな印象を与えます。次は稲崩れ。揺らいだアウトラインが特徴的なデザイン書体です。この揺らぎが驚々しい印象を与え、車植の時代には漫画のセリフでよく用いられました。 次にご紹介するボカッシー G は、大小さまざまな防水系を一定の角度で並べた並べて文字を作った唯一無二の書体です。画数の多い文字を間近で見ると防水系の集合にしか見えませんが、引きで見ると文字として見えてくる不思議な書体です。最後はアリ行書、比較的うねりを抑えた読みやすい行書体です。 実は本日ご紹介した中でこの書体のみ社食書体としてはリリースされていません。車検の車内で保管されていたデザインを今回のオープンタイプ化にあたって発表した完全新規公開のデザインです。ここまで車検クラシックスの書体をいくつかご紹介しました。 現代の用途や環境に合わせて新規にデザインした石井明兆石井ゴシックファミリーとは異なり個性の豊かさが特徴となる車検クラシックスではオリジナルののデザインををできるだけ、そままま残すアプローチを採用しました。デザインこそオリジナルそのままですがだからといって何の作業もなくフォント化できるわけではありません。 ここからは、車検クラシックスフォントの完成までに行われた作業について、簡単にご紹介をします。車検クラシックスの開発では、車検にいてオープンタイプフォントのベースとなるアウトラインを作成するところから始まります。実は、社食時代も後期になると技術が発達し、デジタルのアウトラインを印字する形での文字組みが実現されていました。 多くの書体ではアウトラインをもとにオープンタイプフォントを開発するのですがそのまま使えるケースばかりではありません当時の技術では滑らかな曲線を描くアウトラインを作ることが難しかったためそのままフォントにしようとすると曲線のガタつきが目立ちますこれを解消するために車検では1書体ずつアウトラインを滑らかに調整し高品位化しています また一部の書体のカナについては社食時代のデジタルアウトラインではなくさらにその元になった手書きの原図にまで立ち戻ってアウトラインを作成されていますさらに今回「車検クラシックス」としてリリースするものの中にはベースとするアウトラインがなく手書き原図しか参照できないものもありましたそのうちの一つがナールですナール EL になります この NREL の場合は手書き原図をもとに一文字一文字アウトライン化され他の書体と遜色ないクオリティのアウトラインが新たに用意されましたこうして出来上がったアウトラインを受け取るところから森沢の担当する作業が始まりますオープンタイプフォント化するにあたってはどの書体でも文字の新規作成や字形の調整が必要になります 社食の時代とと現在ででは前提とすす。るる仕様や規格が異なるためです書体ごとに新規作成が必要な文字や時形の調整が必要な文字の種類が異なるため1書体ずつ提供された文字を丁寧にチェックして調整方針を決め書体コンセプトやデザインを損ねないよう調整します新規作成と調整が必要な文字は1書体あたり数百文字に上ります。 こうして必要な文字を揃えて、そのアウトラインを元に森沢のエンジニアがオープンタイプフォントを作成します。ここでは、ぼかっ CG を例に、具体的な作業をご紹介します。ぼかっ CG は、ゴシック体をぼかしたようなデザインの書体です。そのため、まずはベースとなるゴシック体の文字を用意し、それにイラストレーターのアピアランス機能のような一括処理をかけることで、 文字の作成・調整ができないかを検討しました。ですが、一括処理ではオリジナルの文字と異なるデザインとなってしまいました。ボカッシーは単に防水系を斜めに敷き詰めただけのデザインではないためです。上下を見比べていただければ、オリジナルには文字の中に黒みの強い部分・弱い部分があるのに対し、 ゴシックタを加工したものでは、そうした濃淡が少ないのがお分かりいただけるかと思います。こうなると、一文字ずつデザイナーが制作・調整する必要があります。車検から使用書をいただいたり、既存の文字を観察する、またオリジナルを制作された方から伺った話をヒントにする、といった形で制作・調整のためのルールを定めました。 ルールにのっとって文字を実際に制作調整する際にも困難がありました通常文字をデザインする際には画面いっぱいに文字を表示して作業しますですがボカッシーの場合は画面いっぱいに表示してしまうと文字として読むことができません小さく表示したものと見比べながらその文字に見えるよう調整をしていきましたこうしたたな作業のため 通常の書体と比べても10%程度のスピードでしか制作を進めることができませんでした開発担当者はデジタルでの制作でもこれだけ苦労をした書体を手書きで作り切った当時のデザイナーたちに対して改めて尊敬の念を抱いたそうです以上が車検クラシックスの作業の簡単な説明でした このように書体ごとにオリジナルをできるだけ忠実に再現できるよう検討を重ね車検クラシックスのフォントは制作されていますご覧いただいた通り石井明兆ゴシックと車検クラシックスでは扱う書体の性質に合わせて異なる開発アプローチを採用しました車検クラシックスについて改めてコンセプトやアプローチ仕様をまとめてご紹介します 車検クラシックスは主に見出し向けデザインのデザインの書体を中心としオリジナルのデザインそのままに現代の仕様に合わせる調整を行いましたこれによりバラエティ豊かな書体を車食の時代の雰囲気そのままにお使いいただけます文字セットは森澤独自のミニ2セットを採用一部の書体ではプロポーショナルメトリクスを搭載しています 2024年には30フォントを森沢フォンツでご提供します。開国フォントが13フォント提供されるため、合計43フォントのリリースです。ぜひアクティベートして、レトロな表現や、これまでの書体ではできなかった新たな表現をお試しください。さて、最後にはなりますが、このプロジェクトに携わっている方々からのコメントをいただきましたので紹介します。 まずは株式会社社研の皆様からです。昭和から平成にかけて、書籍、漫画、広告などのあらゆる紙面や画面を彩ったかつての社研の書体群を書体の形状イメージはそのままに高品位デジタル化し一部カナについては社食時代でも表現されなかった詳細なストロークで書体原図より忠実に復刻し再現しました。この度、森沢社との協業により オープンタイプフォントとしてリリースされることを大変嬉しく思います。生まれ変わった車検書体をぜひご利用ください。以上が車検の皆様からのコメントです。また、先ほどご紹介した NAR-EL の作者、中村幸弘さんからもコメントをいただいています。中村さんにはご自身の手がけた書体のデザインを監修するという形で、プロジェクトに関わっていただいています。 私は、第1回石井賞創作タイプフェイスコンテスト1位入選をきっかけに1970年から30年間にわたって株式会社社検の社食用源氏を作らせていただきました1995年中頃までは溝差しガラス棒面相筆による手書きでその年の後半からパソコン上のアプリケーションでの作成に変えました 時代とともに文字組が社食から DTP に移行したことで、ナールやゴナを見る機会が減少していき、残念な思いでおりましたが、この度、社研と森沢の事業提携により、オープンタイプフォントとしてリリースされることをとても喜んでおります。この上は、リリース後に多くの皆様にご利用いただけることを、ただただ記念しております。以上が中村さんからのコメントです。 株式会社社権、中村さんをはじめ多くの方々の協力のもとに、社権初代はこの秋、オープンタイプフォントとして新たにリリースされます。2024年は43フォント、今後合計100フォントのご提供予定です。どうぞ今後とも社権初代のオープンタイプフォント化にご期待ください。はい。それでは私からは以上になります。 カメラとマイクの方をお戻しいたします。加藤さんありがとうございました。森さんからの紹介でございました。それでは終了時刻まで皆さんからお寄せいただきましたご質問や感想などをご紹介をしてまいりたいと思います。もしこれをお伝えしたいよという安倍さんにお伝えしたいことがある方は今からでも構いませんので Q&A 欄をお使いください。ではまずはあの まあ感想とそれから少し安倍さんへのご質問をいただいております一時代を築いた社食の存在を知ってもらったりそのような技術を後世に残していくためにはどのような取り組みが必要と考えますかというご質問ですあの少しあの背景もお話をいただいてまして2024年現在もごく一部の漫画や道路標識駅看板などで社食が使用されている事例が見受けられますが、まあ、漫画については少し TPP に切りり替わってきてきいる印象がありますと。また活版印刷所はあの少数ながらもお仕事として受け継がれている部分があって一般の認知もありますが社食というのはお話にもあった通り忘れられがちな部分もあってちょっともったいないなという印象をこのご質問いただいた方は思われているようで、まあ、これは私たちとしてもなかなかあの第事なテーマだなと思うんですが阿部さんとしては何かお考えはおありでしょうか はいありがとうございますえっ、ー、とまあ、そうですねあの私一人では答えられない原理的に答えられないあの質問だと思うんですがえっ、ー、とまあ、まあ、みんなで育てようよっていう話なのかなあるいは新しく命を吹き込み直そうよみたいな話なのかなっていう気はしますねあのまあまずその別にえっ、ー、とちょっと突き放したような言い方をすれば、えー、別にその、えー 社職書体を残すことが目的なわけではないというかそ,のそれを通じてその自分たちがこうあのちゃんと過去の思想背景にアクセスできたり、えー、そこから新しいものを、えー、作っていけるっていうことがやっぱり大事なんだと思うので,で、えー、とただいろんな理由があって車検書体の場合は車、まあ、職の中でも特に車検書体は 結構長い期間あの休眠していたっていう状態なのでやっぱりその、えっと、止まってる止まってる蒸気機関車をもう一回全部の部品点検して油を差し直して、えー、車あの線路に乗せてもう一度走らせて走らせたとてもう新幹線が世の中に走ってるんですけどみたいな話になるに決まってるわけででも、えっと、あのそこをでもそれを何かこうやっぱり だからそれを、まあ、もう一度あの走らせるっていうのはそれは容易なことではないと思うんだですけどでもそれがこういういろいろあの、まあ、幸福な戦いきさつによってもう一度それがあの命を吹き込まれ直そうとしているということなのでやっぱりその新しい形でなんかあのちょっと抽象的な言い方になりますけど命を吹き込んでいくっていうことなのかなっていうふうに思っていてでそれはきっとその、えー、だから長い間休眠していたものなので。 きっと多分使ってみると多,分多くのユーザーの方これネガティブキャンペーンみたいになると恐縮 <laughs> なんですが不ととかも絶対出てくるだろうと思う思んですよ例えばえっ、ー、とあの開国されたとかあのいる、えー、復活されたって言ってもウェイトがないじゃないかとかああとあのだから前が自分がやろうとしてた使い勝手ができないよとかあれ思ってたほどじゃないぞこれはみたいなこととか。あとあとの、えー この文字がないんですけどこの文字セットじゃとてもやっていけないんですけどみたいなこととか起きてくると思うんですけど多分、えー、とこれはあの逆に今度は車検、えー、さんとか森沢さんの方を持つとこれは最初のステップなのでここから継続的にどんどんまたあの命を吹き込み直していきますよっていうそのプロセスとしてユーザーの側は見る必要があるだろうしでもそれは別にユーザーがあの、えー、そこに「なので我慢しろ」 とかそのえー、とベンダーの言いなりになれっていうことを言ってるわけではなくてそれはやっぱり不満だったらこれはこういうふうに不満ですとかもっとこういうふうにしてくれませんかっていう声を届けることがあのじゃあそういう声がたくさん届くとそれはなんとかしなきゃいけないよねっていうふうにあの森澤さんとかも思うでしょうしっていうことでやっぱりあの両方がこう考えを出し合って。 あのもう一度育てていくっていうようなそういうことなのかなってその中にあの、えー、先ほどちょっとお話ししたような新しい使い方はじゃあ何なんだろうかって考えていくっていうようなことも含まれて,るっているそういう感じなのかなって思いますねありがとうございます、まあ、使われてこその初体というところがあると思いますし、まあ、私たちもあのリリースをするにあたって先ほどあのご紹介をしたようなクラシックスと開国というアプローチを取ってまずはあの 多くの皆さんの手元に使える状態のフォントが届くということを優先してやってまいりましたありがとうございますそれに関連して先ほど OKL、OK、と A1 民調の比較というところが安倍さんの方からありましたけれども比較で出していただいた OKL、OK、はクラシックスのシリーズですのでクラシックスはオリジナルをできるだけ忠実にという説明にもあった通りでということでマージナルゾーンとか ということよりももともとのアウトラインを尊重しているんですけれども「えー、開国」の方はあのより多くの一子書体を知っている方の記憶の中にあるような状態で、えー、の形になるようにというのであのリリースがされますのでまたそちらの違いとかあのそういったところも現代への解釈というのはどういうことなのかというところもあのたくさんの皆さんに感じていただければなと思っております。えー、まだ もう少しだけお時間ありますので、えー、続いてのご質問です、えー、とこ,っちこちらはそうです、ね、感想ですを頂い,いておりまして、えー、ストーリー性のある書体にとても魅力を感じました、えー、特に数母などは本当に表情豊かに感じられ使用していた当時は感じなかったことが今新鮮な感覚で改めて感じましたこれからのデザインに何か生かすことができるように思いますありがとうございましたとなりました こちらは少しご要望も含まれているのかなと思うんですが本日は興味深いお話をいただきありがとうございました社職所帯には手書きの温かみが感じられるのですが安倍さんの所感を伺いたいですというところと,、えー、と森沢の書体もまだ社見書ごめんなさい森沢の社職書体も何か今後 出てくるといいなという声も添えられておりますけれどもこの温かみですとかその文字そのものから受ける印象って安倍さんどんなところをお持ちです、はいえー、ですすかえっとそうねあの直接のお答えになるかちょっと分からないのとあともしかすると、えー、むしろ私もそれをご質問を引き取ってえっ、ー、とまたあの逆に重ねて質問するみたいになってしまうかもしれないんですけどまず。えっ、ー、と 一つの問題としては、問題っていうのはそのなんか悪いってい意味じゃなくて、えー、と状況の構図としては、まあ、例えば音楽でそのデジタルリマスターとかをした時に、まあ、映画でもそうですけどすごいパキパキのクリアになったらいろんな荒が見えてきちゃうとかあれそのなんか音が軽いんだけどみたいな話ってしばしばあるわけですよね。そそれはそこにに一緒ままとわりついていてて、たノイズまで含めて、えーその その時のたたずまいとして思っていたものっていうのがその、えー、もしかすると作り手の意図には近いような形でちゃんとクリアにそれが再現できるようになるとあ,のあれなんかあのこんな感じだったっけみたいな風に物足りなくなるっていうふうなその、えー、といろいろまとわりついてきた意図せざるものまで含めてそれが形って思ってきたものその揺らぎとか、えー、不完全性とかが。 あ,のあったものをデジタルにするっていう時にどうそれを捉えるのかっていうのがじゃあそのノイズまで再現するっていうことがいいということなのかいいということだっていう考えもあると思うんですけどそこをやっぱりどういういスタンでで取るかですよねで、えっと、そのことと先ほどおっしゃったこととはつながってると思ってつまり 国フォントの方の方話でおっっしゃっていた、そのフォントをそのクラシックスのようにオリジナルにやるのではなくてみんなの想像とか記憶の中にあるイメージとしてのある種その文字を作るのだっていうふうに、まあ、私はお話を聞いてて受け取ったんですけどもそれもとっても面白い問題で特にこの25年間とか30年考え数え方によっては30年近く使えなかった間に 記憶の中で熟成されてきてその記憶の中でワインみたいにすごく出来上がっているものに対してそのある種幻想のその書体を新しく作り直すっていうようなそういう側面の難しさがこのプロジェクトにはあると思うんですよね。なのでその私の感想というよりもあの恐縮なんですがあの既におっしゃっていただいた部分と重なると思うんですがあのよろしければそのあたりのこの難しさっていうものに対して今回 森沢さんとか釈恵さんがどんなふうに向き,は向き合っているのかということ、僕も聞きたいなって思いました。ありがとうございます。そうですね。えっ、ー、と本当にあの開国についてはあの釈恵さん含めて様々なあのお話をさせていただきまして、ただ今日ちょっとそのお話がこ残り時間ではできないですので、もう終わろうとしてます、ね。ははい。えっ、ー、と <laughs> そちらのエピソードについてはあのすでにあの これまでのイベントでご紹介をしておりまして公式のノートをご覧いただきますと開国プロジェクトに携わっているデザイナーからの取り組みへの意気込みですとかそれこそま記憶の中にあるものと現代のフォントとしてあるべき姿とはどういったものかそれからオリジナルへの尊重みたいな経緯といったところが語られていますので是非お時間をとって皆さんもご覧いただければと思っております。 えっと最後にですね、えっと使用に関するご質問をいただいておりますのでご紹介しておきたいと思います。えー、車検クラシックスが採用しているミニツーセットとはどのような文字セットですかとおいただいております。えっとスライドの中でもあのご説明を差し上げましたが、えー、まあ主に見出しですとかそういった用途に特化した森沢独自の文字セットとなっております。で字数の第一水準の漢字ですとか常用人名用漢字といった。 フォントとして使用するにあたって、基本的な文字集合をカバーした上で、使用頻度の高い文字について広く調査を行いまして、そういった文字を追加した約4,800文字のセットというふうになっております。詳細はあの森沢の公式サイトに来ていただきますと、すべての文字一覧などございますので、ぜひご利用ください。すでにさまざまな 場面でお使いこの企画でリリースされている書体というのが多数あってさまざまな場面で使用いただいていて特にアニメーションのエンディングローリアみたいな人の名前がたくさん出るようなところでもお使いをいただいております参考情報としてご案内をさせていただきましたということであっという間に お時間となってしまいましたコメント欄 Q&A 欄ですねお寄せいただきました皆さんありがとうございました本日の様子はですねまた後日アーカイブといたしまして公式ノートでご紹介をさせていただきますその際は森沢の公式の SNS アカウントなどでお知らせをいたしますのでぜひアカウントのフォローをよろしくお願いいたします今画面に出ている QR コードです 森沢とそれぞれのプラットフォームの名前で検索していただいても出てくるかと思います。最後に次回のフォントカレッジオープンキャンパスのご案内をさせていただきます。次回は来月3月14日からご覧のタイトルと講師をお招きしてオンライン開催を予定しております。メールやニュースで開催の詳細、申し込みの詳細をご案内いたしますので、こちらもぜひご注目 くださいそれでは安倍さんえ貴重なお話、えー、本当にありがとうございました、えー、これでようやっと春休みというところでしょうかはい、はい、そうですねはい、えー、それではあの画面の前の皆様、えー、長時間にわたってご参加をありがとうございました、えー、ぜひ初体のリリースを楽しみにお待ちいただければと思います さん本当に最後までどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたこれがまたは、はい、いろんな人たちがつながっていくきっかけになってほしいなと思ってますはい、はい、ぜひそれを期待したいと思いますそれでは本日のフォントカレッジオープンキャンパスこれにて終了といたします皆様ご視聴ありがとうございましたさようならありがとうございました